チクテベーカリーの北村千里です。自家製酵母と国産小麦のパンのお店をやってます。大学で専攻したのが陶芸だったんですけど、実はそんなに向いてなかったというか、得意な方ではなかったというか、そこで舞台美術のアルバイトの方を少しさせていただいて、でその時に、ディスプレイで使ったパンを見て、思いつきもあったんですけど、パンやってみようかなみたいな感じで始めました。始めたらすごくハマってしまって、もっといろんなパン食べてみたいし、いろいろ作ってるところに行ってみたいなっていう感じで、お店をいろいろ回ったりして、で出会ったのが自家製ごぼうで作るパン屋さんのパンで、今のお店のパンの元になるようなベースは自分の独学で勉強したような感じになります。自分で酵母菌を育ててパンを作ることができるっていうのを知った時に、自分の見えるところから最初からこうパンになる道を作ってあげられるっていうところにすごく興味が持ってて、で小麦もいつ収穫されたかわからない小麦で作るパンでいいのかなという疑問っていうんですかね。材料をシンプルにすればするほど、やっぱりその素材の味とか素材の産地だったりとかっていうことがやっぱり気になるようになっていって、国産小麦は作ってる人に会いに行こうと思えば会いに行けるっていうのがやっぱりすごいことですよね。国産小麦で自家製酵母で粉と塩と水と酵母ですごくいい香りのパンが作れてるっていうのを試食した時に、もうこれ以外やることはないなっていうか、こういうパン作りをずっとやっていきたいなって思ったのが、きっかけです。パンの出来上がりの味が全て 100% じゃなくて、お店の雰囲気もそうですし、接客する接客の販売のスタッフの対応もそうですし、ドキドキして入ってくるお店じゃなくて、入ってホッとするようなお店であってほしいので、食べてきてくださる姿を拝見すると、もうなんか見てしまいます。始めた当初は工房のパンなんてどんな人が食べてくれるんだろうっていうところがどこかであったのが、今はなんか工房のパンとか意識もなく食べてくださってるような
印象があって、いつの間にそんなんいい世の中になったんだって思ってました。いっぱい失敗した中でやっぱり学んだのかなって感じですか。なのでもうそうなったらどんどんこうそぎ落とすしかないですよね。